本中ハウス101号室8丸です。お願いしまーす。ついにこの時が来ました。まずは何も聞かずこいつを見てやってくれ。次にこいつを見てやってくれ。そういうことです。僕はハナカマキリが大好きで、今まで何度か飼育してきました。そして繁殖させるためにいつもペアで飼わせていただきました。しかしハナカマキリというのは厄介で、メスよりもオスの方が圧倒的に早く成長するんですよ。なのでメスが成熟した頃にはオスの寿命が尽きていたということで、いつも終わってました。しかし今回は変えました。メスを先に飼わせていただき、秋麗幼虫になった頃にオスの秋麗幼虫を飼ったので、ほぼ同時に羽化したという形で、はい、つまり今回はハナカマキリの貴重なペアリング動画でございます。しかしまだ油断はできません。このハナカマキリというのはね、メスの半分のサイズぐらいしかないオスをメスが餌だと勘違いして食べてしまう可能性がかなり高いので、過去のウスバカマキリのペアリング動画の時のようにカマキリ任せにしすぎるとちょっと危ないので、がっつりサポートしていきたいと思います。チャンネル登録お願い。インドネシアの化け物コオロギ。今回のペアリング方法は、メスの上にオスを僕が直接乗せてあげるというハンドペアリングでいきたいと思います。まずはメスに餌を与えて気をそらさせます。うん、いい感じで餌に集中してくれてますね。このタイミングでメスの上にオスを静寂を意識して乗せる。いい感じだ。あとは君に任したぞ。オス、なぜその体勢に。再チャレンジ。よし、頼むぞ。交尾欲のあるオスはメスに自分の存在を気づかせるためにドラミングをしアピールするそうだ。すぐに行うわけではないので、しばし待とう。オス、拉致が開かなかったので足場を変更してみるが、メス自体をただの足場だと勘違いしてるんじゃないかというぐらい落ち着いている。そしてもう嫌な予感しかし、オス、もう最終手段です。ウスバカマキリのペアリングの時と同様、彼ら自身に任せるとします。メスもかなり満腹にしましたし、共食いの心配はないはずです。男の根性を見せたれ。お、メスの存在にオスが気づいたようです。その熱い眼差しで女見つめるナイスガイ。しかし何か行動するわけではなく、ただ見ているだけ。そう、今はまだ見ているだけ。その後もただ見ているだけ。至近距離で見ているだけ。間合いを取り見ているだけ。見ているだけ。すいません、あれから1日半粘ったんですけど、ハナカマキリの方が全然交尾する意欲を見せずということで、メスのハナカマキリはね、結構好きだらけでいい感じなんですけど、オスのハナカマキリのやる気が全く感じられない。やっとここまで来たのに。必ずいつかリベンジします。俺たちの戦いを応援してくれると思う方は高評価、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。